declaramos convertir todo en deporte. La compra en deporte, la barbacoa en deporte, pasear al perro en deporte y conducir en deporte. Y todas las diferencias del mundo en deporte. Sienta. ¿Qué es el aniversario? いただきましたが、はい、竹谷さん、完成した新 CM はいかがでしたか？ね、なんか何度見てもワクワクする、こう本当にスポーツのお祭りが始まるんだというね、こう何かが始まる、こうドキドキワクワクを感じさせる CM だったのではないでしょうか。そうですね、はい、まさにこの新たなシエンタが登場するのにぴったりだと思います。はい、はい、そして共演されているハメス・ロドリゲスさんとはご一緒に撮影されたんですか？うん、いや実は別々なので、ぜひあのね、あの大活躍しているハメス選手にはお会いしたいなと思ってます。やはりそうですよ ね、はい、実はハメス選手本日こちらの会場に来ていらっしゃいます。では早速ご登場いただきましょう。コロンビアが生んだスーパースターハメス・ロドリゲス選手です。やってまいりましたハメス選手、本日はよろしくお願いいたします。お願いします。どうもありがとうございます。はじめまして、どうも滝川クリステルです。今日は本当にお会いできて嬉しいです。どうもありがとうございます。私も皆様方とご一緒できて本当に嬉しく思っております。あの、まあ、先ほどその開会式編の CM、 一緒に出演している CM があの皆さんにご覧いただいたんですけれども、とても素敵に映ってましたけれども、いかがですか？Sí, sí, muy bien, muy bien. Estuve viendo ahora y la verdad que salió bien y es una publicidad que creo que vende mucho. 僕も今さっきあの裏で CM 見てきたんですけど、はい、素晴らしい仕上がりでしたね。この CM をまあ流せば、このシエンタ売り上げすごく伸びるんじゃないかなって期待してます。はい、なるほど。心配していただいてあれば。素晴らしい心遣いですね。はい、滝川さん、ハメス選手、お互いの第一印象についてどうですか？はい、まず滝川さん、第一印象は。さっきもう本当に目がキラキラしてますね。あのかとてもあのチャーミングでこう爽やかな、はい、素敵な好青年だなと、はい、印象を受けます。すみません、そんなに声に落ちないでください、ね、目がさあ、続いてハメス選手、はい、滝川さんの第一印象はいかがですか？Sí, también, también es, creo que es una chica guapa también. 私もとても綺麗な方だなと思って見てました。ありがとうございます。それではあの初めての日本ということなんですけれども、いかがですか、日本は？ Sí, muy bien, feliz aquí. Este país es algo que quería conocer y estoy feliz de estar aquí y espero volver pronto algún día. Lastimosamente estoy poco, pero la próxima temporada que tenga mucho más días, quiero estar más. そうですね、前から僕あの日本には来たかったんです。すごい興味のある国だったんで、今回来れて本当に嬉しいんですが、残念なことに滞在時間がすごい短いんですね。ですから今度訪日するときにはぜひもっと長い時間日本で楽しめたらいいなと思ってます。そうですね。ちなみに今回は来日されてどこに行って何をされたんですか？ Bueno, he conocido algunas cosas, todo muy lindo, yo pienso que me han tratado bien también y estoy feliz también por eso, porque es una gente cálida y por eso mismo digo que quiero estar aquí otra vez aquí en Japón el próximo año o cuando pueda.
今度この日本に来ました時には、まあ、ちょっとだけ少し、まあ、少しだけですけどいろんなとこ行かせていただいたんです、うん、まあ、行ったとこ全部すごい綺麗 で、うん、でまたそこで僕のことをとってもみんなが明るくそして親切に、まあ、受け止めてくれて歓迎してくれたのがとっても嬉しくって、うん、ですから先ほど申したように、まあ、今度時間があったらもっと長い時間もう一回日本に来たいなって本当にそういうふうに思わせてくれる国でした、うん、そうですね、まあ、あとまた今梅雨の時期ですからね、ちょっとねまた景色が違うかもしれないんですけど、ぜひ今度はね、はい、晴れた日に来ていただきたいなと思いますが、はい、さあではここで改めて、ハメス・ロドリゲス選手をご紹介させていただきます。ハメス選手は15歳の頃からプロとしてのキャリアをスタートさせました。そしてまた近年国際試合の大舞台でも目覚ましい活躍が認められ現在では世界屈指の強豪チームが集うスペインのリーグでご活躍されております。